この間 の, あの年賀状ありがとうございました。400何十枚だっけ来たね。あの年賀状の突撃浜金景品配るの巻、喜んでもらえたら幸いです。じゃあ行きましょう。グー電車上げていくよ。今ですね、たる水に来ました。4歳の子が初めて年賀状を書きました。ペンネームスパイダーくんですね。こちらです。家の近くに来たんですけど、車がないから多分留守だと思うんですけども、とりあえず持って行って玄関に置いてあげようと思います。電話番号が書いてあったから、では電話しましょうかね。はい、もしもし。あ、もしもし。はい、あ、私、天金と申します。あ、こんにちは。こんにちは、お世話になります。今ですね、あのスパイダーさんに今、あの天尾くんを持ってきたんですよ。あ、そうなんですか。留守でしょ、今。そうなんです。この茶色い屋根ですよね。あそこの看板の下に置いておきますので。ありがとうございます。スパイダーさんによろしくお伝えください。はい、はい、今後ともよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。タレミズまで来て留守でした。次の家に到着しました。アマキン配達頑張っております。次はね、ペンネーム姉だって出演したいお願いハート、女子校のね生徒会長だって。めっちゃこう賑やかにこう書いてもらって、ほら家族で応援してくれてるみたいな感じで、この家にですね、アマオくんを持っていきたいと思います。よし、行ってみましょう。こんにちは。すいません。また入り口があったでしょ。あった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 。この家じゃない、はい、その隣、はいはい、あそこから入っていってくれやれば。孫さん。孫です。ああ、行ってきま す, ですか。ちょっとこうね、プレゼント。あ、そうなんだ。はい、すいません。いやいや、でかいわ犬が。これね、犬怖いわけよ。どうしたこんにちは。親いません。いないの、知ってる。親会いました。会いました。姉ちゃんはどこ行った。鹿児島に行った。あれ、誰もいない。誰もいない。知ってる。天尾くん。天尾くん知ってる、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。いい子。姉ちゃんに電話して、うん、電話して、テレビ電話して。どれかな、来ないかな。写真持ってる。あ、またやったっけ。行って行って行って、一発芸を。イエーイとか言ってやってて、イエーイでね。イエーイ。犬がビックス中よ。静かにせんか、お前。かわいい。お姉ちゃんよろしくね。はい、またね。はい、到着しました。次の家はですね、これね、あのこれですね、坊や良い子だーってやつ。じゃあね、年割れた iPhone と設置が欲しいんだって。残念でした。アマー君でした。これ何してるんですか。なんか旦那さん絵を描いてると思いますよ。似顔絵を。似顔絵を、ありがとうございます。また見てください。こんにちは。こんにちは。こんにちは。当たりました。うん。あ、この間まで来てた。この間ありがとうございました。すいません、おめでとうございます。飾ります。すいません、 iPhone のスイッチじゃなくて。甘かったですね、ちょっとね。これが、うん、旧車だった。今日これ配りに行ってるんですか。いや、いろいろ全部配ります。あ、本当ですか。近くは息子ももらった。息子って、今の息子 iPhone 当たってるです。は、今の息子 iPhone 当たってるです。は、今の息子、あやも当たってるんです。は？だから、おやも当たって。あ、本当だ。住所一緒でした。マジで？マジで？すごくないですか？すげえ。2個当たったの？そう。テイク2。どうするの？親子でね、iPhone も当たってるわけよ。この子。この子でした。違うと思って、ごめんね。はい。おめでとうございます。ありがとうございます。すっごい。すごい強運だね。活動士なんです。活動士なんだ。女子男。びっくりした、当たった時。やばかった。おめでとうね。すっげえ。ゆうちゃん見て見て、これだって。自慢しないでください。いいだろうね。ありがとうございました。ありがとうございました。またね。またね。
はい。はい、着きました。これですね、ペンネームクシイチ。めっちゃでかいサイズで一番インパクトがあって、もうしかもハリエ。いいね。さあ、おい、行きましょうか。ありがとうございました。はい、着きました。こちらですね、明けましておめでとう。ペンネームフロントパイナポーさんですね。わけわからない、ドラム缶があったり、厚揚げがあったり、豆腐があったり、羊羹があったり、もう最高。行ってみましょう。子供は、うん、いいね。子供今日はちょっといなくて、あ、じゃあここに、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。いつもありがとうございます。ごめんねまたね。スイクラすぎるとね、持って行ってますからね今。はい、こちらですね、可愛いよね。なんかメリケンコとかって。ペンネーム唐揚げさんですね。今来たんだけど、表札もないし出てこないしね。ラフにはしよう。もしもし、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。浜金です。あれですよね、あの企画。そうそうそう、当たったんだけどさ見ましたよ今いるペンネーム唐揚げさんですか。唐揚げです。当たりましたかよ見ましたで、家の方に持って行ってんだけど、はい、青い家でしょう。入り口置いときますんで。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、甘くに、はい、甘々着きました。眠いです。じゃーん、こちらですね。めっちゃ上手だったのこれね。行きましょう。あ、どうも。ペンネームレン君もいますか。ちょっと忘れる。何や、前もありがとうございます。やってください、息子様に。やばい、こんなことないな。ねえ、やばシマちゃん、シマちゃんによろしく。これいられますんで。ありがとうね。どうも。はい、何件目かな。もうこれ、これですね。天王くんが欲しいです書いてあるから、天王くん持ってきましたから。はい、今から行ってみましょう。こんにちは、はじめまして、天王くんで見てもらいます。こちらを、ことっちゃんかな。そうですよね。あの年賀状教室で書いてみた。めっちゃうまいなと思って今ちょっとお友達の家に。あ、いいですね。また今後のよろしくお願いします。はい、次はですね、ペンネームリアンちゃんですね。こちら可愛い子供さんが書いてくれた。なんとですね、 iPhone が立ってますこの iPhone を持っていきたいと思います。こんにちは。どうも。知ってる。何が当たったか分かる。iPhone。iPhone。なんていうの。ありがとうございます。これお姉ちゃんに売れば。ほら、表情何年生。高2です。高 2？ 中2です。中2？4です。1年生だったわけ書けば書けばっつって言ったの。いや、当たるか分からないけど出してみたらみたいな感じ。ありがとうね。よかったね。ありがとうね。緊張してる。将来の夢なんですか言ってるじゃん。言ってみて。じゃあとりあえず俺とバドミントンしよう。そうだ、落ちてたよ。商売商売。持ってあげる。リング持ってあげる。かわいい。ほら。うまっ。ほら。ほら。ほら。うまっ。もう食べてくれ、いけ。はい、チーズ。ね。またね。それで帰ろう。ペンネームりんちゃん13歳。スイッチ当たりました。おめでとうございます。なんだけど受けるんだって。今家に着いたんですけど、
1年ぐらい前の似顔絵企画でスイッチ当たってるんですよ。2代目すごいよね、強運だってよ。やらせも何もなんもないからね。行ってみましょうかね。二度目だって。あ、銀だ。久しぶりです。久しぶり。しかもこれ誰だね、誰。また出たわけ。すごくね。おめでとうございます。ありがとう、年賀状。もういらないでしょ。お母さんよ。あ、お母さんよ。これ何代あんの、ここに。5代。5代目。だけど、1が当たったら、あ、決まったわけ。写真撮ろう、みんなで。とりあえず、記念写真。すげえな、2代目。はい。はい、チーズ。ありがとうございました。またね。ありがとうね。バイバイ。またね。はい、お疲れ様です。もう夜やっちよ。ペンネームチャーリコさんでした。行きましょう。こんばんは。スタッフ。すみません。おめでとうございます。ありがとうございます。こんばんは。誰入ってこれ。私。俺の後輩。何でもなかったよ。すみません。だった。おめでとうございます。ありがとうございます。遠いから。小学校の時のね、後輩。なんでここに住んでるか分かんないんだけど。すごいね。YouTube でね。何年生ですか。中1です。中1。将来の夢なんですか。保育士です。保育士、はい。サッカー選手です。YouTube見てる、たまに。じいちゃん見たもんね。じいちゃん見た。じいちゃんやばかったね。写真を撮ろう、みんな。こんにちは。昨日の続きですね。昨日ほら、渋谷の夜遅くまで行ってもう回りきらんくて、で、今日この年賀状ですね。じゃん、すごくない。焼酎屋さん、ペンネーム大隅屋さんですね。今年も面白い動画で鹿児島を盛り上げてください。甘金ラベルの焼酎を勝手に作らせていただきました。お会いできる機会があればトレンドします。これちょっと気になったので甘尾くんをトレンドするんですけども、多分この焼酎をいただけるのかな。ありがたいですね、わざわざ作っていただいて。楽しみです。じゃあ行ってみましょう。ほらな、大隅屋さん、こんにちは。います、大隅屋さん。あ、休みなの。奥様ですか。母です。あ、母ですか。母です。とりあえずこれを、もしもし、どこ。もしもし。あ、もしもし。すいません、甘金と申します。いつも見てます。あ、年賀でありがとうございました。あ、ありがとうございます。あ、焼酎持って帰ってくる。あ、すいません、ありがとうございます。この待って、おしゃれな焼酎を。なんか魔王とかいっぱいありますよ、森井蔵とか。森井蔵は箱だけです。あ、箱でした。ガルッド。やった。人形置いておきますんで、ありがとうございました。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。すいませんね。これです、すごい、ほら、いや、若潮市場ですね。あー、いた、ガルッド、あー、銀次。すごい、すごい。ちょっと見てみる、これ何ですか。アジサイ館。あ、そうです、そうです。スーパー、みなさん、いた休み。あ、アジサイ館中このスーパーもしてるんですか。スーパーやってるんです。すごっ。肉屋もしてるみたいな。肉の中さこつってね。今日休みなんだけど、たまたまこのね、鳥があったで、鳥をいっぱい来てもらおうかな。マジでお母さんやりでだよ。見てほら。すげえ。うまそう。よかった。今日は夜飯ないでしょうか、迷ったわけ。じゃあ。じゃあね。おいしそうな鳥だったら鳥をちょっと買おうと思って。ありがとう。いいですね、夫婦で仲良く。仲良すぎて。仲良すぎて。何年目ですか、ここは、創業。40年。おー、40年。もともと何の専門店なんですか。肉。あ、肉なんですか。鶏肉はですね、全国に売ってます。おいしそうですもん。いろんなね、あのジビエの肉もここでさばいたり。ジビエ。あっちで会計。あ、ありがとうございます。生です。ほら、これね、視聴者皆さん1000円。いいんすか。見たくないってことかな。マジで、ぜひ皆さん、アジサイ館の鶏肉を焼酎じゃなくて、よろしくお願いします。箱までいいの。あらら、直した。ありがとうございます、すいません、ね。
ありがとうございます。はい、どうもです。はい、年賀状企画ですね。年末から始まった、持っていけるところは配り終えました。この企画ができたのも地域のですよ、スポンサー様はじめ視聴者の皆様のおかげでこの企画ができているということですね。感謝したいと思います。ありがとうございました。いろいろ ありがたいなっていう、寒いまたですね、来年体力があったらですね、もう一回したいと思いますので、皆さんその時はですね、ご参加のほどよろしくお願いします。EXILE は勝ってるからかっこよくなってしまったね。入ってるからこれから皆さん背長く、くだらなくてですね、ダラダラなんですけども、細く長く頑張っていきたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いします。最後にチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。だるっちよ、もう。